皆さんこんにちは。レック専任講師猪俣と申します。これより教養マスター社会科学第9回目のポイント講義を始めたいと思います。第9回目はまだ経済編が続いているんですが、今回のポイントは金融のパートです。金融パートにおいては日本銀行の金融政策をしっかりと確認することが必要です。テキストでは公開市場操作、支払い準備率操作、公定歩合操作の3つが紹介されていましたが、この中で特にしっかりと皆さんに押さえてほしいのはオープンマーケットオペレーションとも書いてありましたが、公開市場操作です。この公開市場操作を行うことによって市場の市中のこの通貨量を調整して金利を変動するんでしたよね。この仕組みはしっかりと勉強していてください。近年の本試験の負債動向としましては、公定歩合操作や支払い準備率操作の出題は減っています。出るのは大体オープンマーケットオペレーション、公開市場操作の論点ばかりになっていますので、ここはしっかり押さえる必要があります。そして金融パートの後、この財政と金融を総括する論点として ISLM 分析がありました。この ISLM 分析に関しまして言うと、近年の出題はそれほど多くありません。実際の出題例としましては、かつての国家一種試験や国家総合職の分野で、出る可能性があるかなというところでしょうか。その他ではあまり出題が見られませんので、ここは後回しても構いません。ですからまずは金融の中央銀行、日本銀行の金融政策を確認してください。そしてその後何があったかと言いますと、戦後の経済史ですが、第9回目で扱っているのは国際経済制度といいますかね、国債の場合ですよね。この時に最初戦後の国際経済の歴史として IMF 体制、こちらからを確認してください。 IMF 体制、すなわちブレトンウッズ協定によるブレトンウッズ体制とも言われるんですが、ここで固定相場制や金とドルの交換を認めること、これでしばらく戦後の経済成り立っていたんですが、その後ニクソンショックによる崩壊、スミソニアン協定によるもう一度の確立、またそれを崩してしまってキングストン協定による追認というふうに、固定為替相場制から変動為替相場制への移行というところをしっかりと押さえてほしいかと思います。今申し上げましたブレトンウッズ協定、ニクソンショック、スミソニアン協定、そしてキングストン協定の流れは時系列で問われることがありますので押さえておきましょう。では第9回のポイント講義はこれで終了したいと思います。どうも皆さんお疲れ様でした。